はい、おはようございます。アスカルでございます。本日の動画はですね、チャレンジメニュー来てはいるんですが、池袋にございますイートミートさんにお邪魔しておりまして、いろんな方がねチャレンジしてる、この20分の肉盛りの半端じゃないチャレンジメニューに挑戦しに参りました。で、ルールの方が制限時間20分で総重量 4.5kg のこのお肉盛りのプレート、成功の場合無料、失敗の場合7990円のお支払い、チャレンジの場合はね、要予約制となっておりますので、チャレンジする際には、お店の方にご連絡をください。基本的にこのお店でテイクアウト専門店ではありますが、店内飲食なんかもできますので、ぜひ皆さんもお越しください。今日はね、本当にやばいチャレンジだと思いますんで、ちょっといつもと違って、食べる姿とかね、飲食のマナーにそぐわない部分もあるかもしれないですけれども、そのあたり、ご了承して、ご視聴いただければと思います。5秒前、はい、4、3、2、1、どうぞ。はい、すいません。よし、いただきます。いや、とりあえずちょっと唐揚げがこれすごいな、数。うまい、うまい、うまい。今回全部出来たてなんでね、熱々でめちゃめちゃうまい。ローストビーフのマスタード効いたソースうまいですね。特製のわさびソースだ。これわさびだ。これめちゃめちゃうまいです。お肉系なんでね、このさっぱりした部分めっちゃいい。うまっ。ソースは追加できるので。あ、ごめんなさい、入れます。唐揚げで3分以上買ってる。
え？ハンバーグみたいな。え、ハンバーグいる。びっくりした。ハンバーグいる。20分やっぱこれ、
うん。
これきついっすね。めちゃめちゃきつい。来吧。
でもね、今回はチャレンジメニューなんでね、こう詳しくどのお肉がどうでっていうのを説明できなかったんですけど、今回のねチャレンジメニューに載ってたお肉が、まあ、ローストビーフ、ローストポーク、生姜焼きに牛すじを煮込んだお肉が載ってて、ご飯の下にねハンバーグがこれ潜んでるんですけど、どのお肉もめちゃめちゃ柔らかくてめちゃめちゃうまいです。ただお肉の種類がねかなり豊富なので、毎回部分ごとに食感とかもね変わってくるので、飲み込むタイミングとかがすごく難しくて、僕はそこがおそらくこのタイムロスになってちょっと間に合わなかったんですけど、なるべくね急いで食べた方が、まあ、このチャレンジメニュー成功するんじゃないかなと思います。こちらのお店ね、この店内飲食、テイクアウトの他にもキッチンカーで出店もしておりまして、インスタグラムのプロフィール欄からホームページ飛べますので、こちらから、キッチンカーの出店場所、確認ができます。ぜひこのメニュー気になった方、ホームページの方見てみてね、キッチンカーの方で、試してみるのもいいんじゃないでしょうか。僕はねこの残りちょっとテイクアウトするのはもったいないので、ゆっくり食べていきます。めちゃめちゃ食べました。いやー、すいません、ごちそうさまでした。